はい、では速稼塾の放送に返させていただきます。いつもお世話になります。それでですね、今回はですね、ファンを作る放送の仕方、濃いファンを作る報道の仕方というテーマでお届けしますけども、結論を言いますと、これはね、はっきりということなんですよ。自分の旗色をはっきりさせることなんですよね。多くの方がはっきりとものを言う、例えば政治的なことですとかね、宗教的なことをはっきり言ってしまうと、自分がどの陣営についているのかってことをはっきり言うと、多くの人にね、嫌われるんではないかっていうふうに不安を感じるんですよ。だからいつも中立の発信になるんですよね。で、この中立の発信っていうのは、言ってみれば NHK の放送なんですよ。どちらにもつかない現象だけ、事実だけを伝えていく。でもすごく大事なことです、事実っていうのはね。でも面白くないんですよ。ためになるけど面白くないんですよ。多くの方が求めているのは、ためにならなくても面白いものなんですよ。これが民放の、例えばバラエティ番組とかですよね。バラエティ番組っていうのは、多くの方が、笑いを交えてね、盛り上がってるだけなんですよ、はっきり言ってね。そこに事実があるのか、裏付けがあるのか、あんまり関係なくて、面白ければ続くんですよね。そういうことって多いと思うんですよ。で、これを私たちの放送に例えてみると、どっちつかずの事実を言う NHK がしたいのか、それともいつもね、極端な自分色を出して、それを受け入れてくれる人だけを視聴者さんに置くのかっていうふうなことになってきます。そうなると、はっきり言ってね、どっちつかずの人とか、自分とは反対の考えを持っている人は視聴者さんにいらないよってことなんですよ。だって自分と反対意見を持っている人が自分から商品買いますかってことですよね。やっぱり気の合う人とか信頼関係ができている人、そういう人と取引したいと思うんですよ。そうなると、お前の言うことはいつも信用できない、間違いだとかね、説得力がないとか、インチキばっかり言っているっていうふうな人に対して商品売りたいですかってことになりますよね。もしくは買いたいですかってことになります。ですんで、例えばね、参院選がこの前ありましたけども、自分はどこの政党がいいと思うのかってことをはっきり言うと、そこに同調した人が残ってくれるんですよ。で、反論をしたりする人も出てきます、当然ですけどね。でもそういう人って自分の考えを改めて自分の陣営につくか、それとも考えを改めずにそのまま自分の考えでね、思想の自由を発揮するかのどっちかなんですよ。で、最終的に商売になっていくのは自分の考えに近い人になっていくんですよ。自分の考えを受け入れてくれる人。で、宗教にしてもそうですよね。宗教が自分は何々ですよっていうと、その宗教が嫌いでしょうがない人はあなたの前から去っていくんですよ。で、そういう方はもともと商品を買う見込みのない方ですから、動画の放送の仕方としてはね、最後にビジネスを仕掛けようと思うんでしたら正解なんですよ。で、中にはこういう方もいらっしゃいます。自分がはっきり言うことでどっちつかずだった人がその通りだと思って共感してくれて大ファンになる方とかね、そういうのもいますし、もともとは反対意見だったのに、話を詰めてみたら考えが改まって、見方が変わって、もう大ファンになってくれたみたいなね、そんなこともあります。で、もともと気が合う人っていうのもいるんですよ。で、皆さんは誰に対して発信するのかってことになります。まとめになります。放送報道するときに、どっちつかずだと、どっちつかずになってしまいます。当たり前ですよね。どっちつかずの発信をしてれば、どっちつかずの人に商品は売れません。商品を買うっていうのは一つの決断ですから、はっきりと決めた人がはっきりと決めた人から買うと、こういう図式になってるんですよね。今回はね、こんな形で私が意識してる、そして多くの方に、やっぱりつまずきがちな報道の仕方、放送の仕方、発信の仕方についてお伝えしました。皆さんはどういうふうにお感じになったでしょうか。それでは失礼します。